皆さんおはようございます。今日は今週間に来ていただいてありがとうございます。今年初めて、5ヶ月間ほど家の間アビスタに眠ってましたけれども、今週間も眠っておりました。うちが動き始めるその4月からまた開くということで、今日はその開く日にしたいということで、お祈りいただきました。で、今週はですね、短期と、そして晴れが欲しい日でもあるんですけれども、ところが一方では、皆さんよくご存知のように、東北の方は大変な被害で、その方が亡くなりになられてます。で、私たちもですね、近くの水害で、町に亡くなられた方もいらっしゃったし、この昆虫館も土砂に持って今まで漏れても大変でしたけども、いろんな方に助けていただいて、こうして昆虫館の観光という状態にしていますので、それでですね、まず最初に、その東北の方、亡くなられた方のご冥福をお祈りしましてですね、ちょっと30秒ほどもっとしたいと思いますので、皆様よろしくお願いいたします。それでは黙祷。どうもありがとうございます。今日はですね、これからまた少し晴れて気温も上がってくると思いますので、今まだちょっとこの園内に昆虫はまだちょっと飛んでませんけれども、で暖かくなると、ビートムとかあるいは蝶々などが飛び出すこともありませんので、見つけてください。季節がずっと進化するとですね、去年のようにいろんな虫がこの園を訪れますので、気を見る皆さん、またこれからもですね、ぜひ何度か昆虫館に、運んでくださって、いろんな虫たちと出会ってくださるのを願っております。で、私たちスタッフがいつも皆さん大歓迎ですので、どうぞお越しください。で、これから、いろんなイベントというか、虫の歌を歌ったり、あるいはカブトムシのレビューレットを作ったり、いろんな行事がありますので、皆さんどうぞ一緒に楽しんでください。それでは